南口ゲームワールド店の地下2階にオープンしたばかりの新スポットに遊びに来てるんだ。その名も暗闇遊園地。遊園地は遊園地でも、ここは地下2階。観覧車やメリーゴーランドがあるような普通の遊園地じゃなく、なんとホラーアトラクションしかない遊園地なんだ。でもお化け屋敷ともちょっと違うみたい。怖いけど、どんな感じなのか体験したいと思うよ。ここが受付か。暗くてすでに雰囲気が怖いよ。この券売機で遊びたいコンテンツのチケットを買うみたい。事前に誓約書の記入もするよ。本当は小学生以下はプレイできないみたいなんだけど、僕は今年で37周年だから特別に許可してもらったよ。今遊べるのはこの6つだね。暗闇遊園地福岡天神店でも人気なザリミットを前におすすめしてもらったから、今回はそれをやってみることにしたんだ。視聴者のみんなに、そんな怖いのプレイできるの？って言われそうだけど、今までの冒険でも怖い状況にたくさん立ち向かってきたから、多分大丈夫。スカルモンスターに追いかけられるより怖いことなんてきっとないよ。じゃあ部屋に入るよ。本当に現れるのか、怖い噂の真相を暴いていただきます。物語は旧校舎の女子トイレ、その個室で忍び込んだところから始まります。制限時間は15分です。もしリタイアする際は、あちらにあります監視カメラに向かって両手を振るようにお願いいたします。それでは早速個室の中に入ってゲームをスタートしていきます。こちら個室の中に入ってください。はあはあ、心臓がうるさい。ドキドキする。僕一人でやれるのかな。誰かいませんか。誰もいないの？うう、何か出てきそうで開けたくない。パーン、やっぱり怖い。もうリタイアしたいよ。お姉さん